はい、はい、はい、皆さん、はい、はい、はい、こんにちは、こんにちは、あれ失礼します、すいません、近いな。ここに立ってみると分かる近さ。はい、ということで改めまして皆さんこんにちは、こんにちは、ありがとうございます。中学3年生15歳の海陽です。よろしくお願いします。はい、イベント名が長くてまだ海陽覚えてないんですけど、なんとかかんとかかんとか大会ライブということで、アリスガーデンがね、雨で、今も雨でちょっとアリスガーデンが使えなくて悲しいんですけど、再開してくださってありがとうございます。そして出演させてくださってありがとうございます。みんな心配楽しんでいきましょう。それでは1曲目聴いてください。初恋サイダー。こっちじゃ。なにこれ。
みんなよく立てられるね、そこはい、それでは次の曲聴いてください。メラッコリック。You're the one who's got me.
中向けて私は今だらみれ私ついていくよどんな辛い世界の海の中でさえきっとあなたを抱いて焦げる未来まで弱さゆえに魂に重さに集まって次の日はアリスガーデンでアリスロコパがあるのでね今日超悔しかったよって方はまたアリスロコパで会えることをとってもとっても願っております。はい、そして3月の月末はデカクワガタフェスで大阪に行くのでちょっとここから遠くないみひろちゃんみたいな人もねたこ焼き食べに来るとか
メロン大好きなニコアメ食べに来るとか、もう全然いろんな選択肢があると思うので、まあ主軸はアイドルを見に来るだよ、ちゃんとミヒロちゃんを見に来るとかの主軸が欲しいけど、あのおまけでね、食べ物もぜひ楽しんでください。そして、7月6日がまた大阪であるんですけど、この7月6日はまだ言えないんだけど、大阪であるってことは言えるし、すっごい重要なイベントってことは言えるので、ぜひ大阪インプットして覚えてカレンダーに穴開けるぐらい、あの予定を開けておいてくれると嬉しいです。そして7月28日にみひろさんの生誕祭がある予定なので、ぜひ16歳イエーイ、高校生最初16歳のお誕生日をぜひ祝いに来てくれると嬉しいです。まあまだ16歳になってないんだけど、28だから、はい、ぜひねみひろちゃんを30日、私の当日30日なんだけど、28日に15歳最後なのかな、わかんないけど、16歳をお誕生日祝いに来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。広島でやります。はい、それでは最後の曲はオリジナル曲です。聴いてください。大好き。ぜひぜひ物販にも遊びに来てくれると嬉しいです。最後まで楽しんでいってください。